ここが旧学生街エリア。ここもなんだか不気味だね。雰囲気も今までと全然違うな。なんだ貴様ら、おじけづいたのか。我がいるのだ。泥船に乗ったつもりでいるがいい。泥船じゃ不安倍増じゃないか。今のは貴様らを試しただけだ。決して間違えたわけではにゃい。間違えたわけではない。わかってるよ、はーちゃん。大船に乗ったつもりでいるね。そうであるぞ。我を頼るがいい。だけどこのエリアには今まで入ったことがない。慎重に行こう。そうだね。何が起こるかわからないもんね。そうだぞ貴様ら、慎重に行くのだぞ。行ったそばからハーメルン、そんなに一人で先行しないでくれ。違う、これはだな。いつだって死が隣り合わせなんだ。だから僕たちはもっと慎重にならないと。生存の確率は可能な限り上げたい。期待してるんだよ、勇者ハウメルン。うむ、ちゃんと貴様らを守ってみせるぞ。
よし来た、くらえ、私の番だね。これで終わりに。いいね、出番だね。行くよ。これでも受けてみろ。私の力見せてあげる。いいもの発見。止まるのだ。ハーメルン、どうかしたのかい？手を出せ。え、何？よくわからないけど、ほら、これでいいのか？うむ、それでいい。えい！手を握りつぶすつもりか？いや違う、我はなんだかおつーちゃんの悲鳴が聞こえた気がしたんだけど、どうしたもこうしたもただ手をつないだだけだ。だからってあんなに強く逃げることはないだろ。だいたいなんで急に手をつなごうとしたんだ？つなぎたいと思ったからだ。いや、答えになってないよ。さっきから言っておるだろ、そうしたいと思ったからそうしたのだ。理由などない。それともなんだ、貴様らは我と手をつなぐのが嫌なのか？嫌なわけじゃないけど。ねえおつーちゃん、これってもしかして下宿リビドーなんじゃない？手をつなぐことが？それなら急に手をつなぎたくなったことにも理由がないことも説明がつくと思うの。なるほど、確かに。それにね、はーちゃんはおつーちゃんと手をつなぎたいんだよ。わかりました、姫の仰せのままに。なんだ、二人でひそひそと。我は仲間外れか？これは貸しだからな。ほら。なんだその手は。君が手をつなぎたいって言ったんだろ。ほら、つながないのか？ふん、最初からそうやって素直に従っておればいいのだ。だから痛いって。もう少し優しくしてくれ。さっきも痛がっていたが、これくらいなら大丈夫じゃないのか？はーちゃんはとっても力が強いから、思い切り握ったら普通の人は潰れちゃうよ。まあそれもそうだな。わかったなら、とりあえず一度離してくれ。すまん。おつーちゃん大丈夫？
骨が折れるかと思ったよ。しかしこれで長年の疑問が一つ解けたぞ。道理で繋いだ下僕どもの手が潰れるわけだな。僕は今メルヘンが潰れるくらいの力で手を握られていたのか。母ちゃん手を出して。こうか。姫大丈夫よ。おつーちゃんは見てて。母ちゃんわかる？手をつなぐならこのくらいの力でいいの。こうか。うん、そう、強く握らない方がいろんな感触が伝わってくるでしょ。本当だ、柔らかくて温かい。もう一つ言っておくと、守るたちは普通の人間だから、僕みたいに痛いだけじゃ済まないよ。それは嫌だ。手は繋ぎたいが仲間を傷つけたくはない。大丈夫よね、母ちゃんは仲間を守る勇者なんだもの。その通りだ。ちゃんと優しくするぞ。それにこの柔らかくて温かいのはなんだか安心する。うむ、この方がいいな。よかった。貴様たちは思ったよりも脆弱なのだな。やはり我が守ってやらねばならないな。まあそういうことでいいか。私の力見せてあげる。よし行くよ。私の力見せてあげる。行くよ。
に入れたぞ。動かすぞ。開いたよ。私の力見せてあげる。ついてるな。こうかな。予想していたよりだいぶ広いな。これじゃあはーちゃんの使い魔が見たっていう人影も見つけるの大変だね。人影が動かないでいるなら見つけるのは時間の問題だろうけどね。形式少女ならメルヘンどもに見つからないように隠れているだろうし、堂々と歩いておるのはきっと我らくらいであろうな。ちょっといいかしら。こんな場所に人？しかも堂々と歩き回ってるなんて。あなたたちは何者？僕たちは知り合いを探しててね、ここにいるかもしれないって情報があって、それでやってきたんだ。普通の人間はここまで来るのも大変だと思うのだけど。僕たちはそれなりに鍛錬を積んでるからね。鍛錬ね。限界はあると思うけれど。あなた、名前は？ツー。そう。ではツー。あなたの後ろにいる、明らかに人間ではないものは何者？待ってくれ。その前に君こそ何者なんだ？
質問を質問で返したら、私の最初の質問は永久に闇の中に葬られると思わない？まあいいわ。少しはあなたたちの疑問にも答えましょう。私はナイトメアよ。ちょっと待って、ナイトメアって一体どういう意味なの？どこからどう見ても人間ではないか。事実なのだから仕方ないでしょ。あたりが真っ白に。まさかこの方本当に？違う、これは別の。グレーテル、守る。本物のナイトメアか。僕が倒してあげるからね。こんなところでいきなり。待って、ヘンゼル兄さん。わかったよ、グレーテル。ナイトメアと本当に通じ合っている？というか、言葉を喋るナイトメアがここにも。ジャックさんと同じ。ナイトメアのヘンゼル兄さんと、この私、グレーテル。私がナイトメアということ、信じてもらえた？ナイトメアの兄弟というのか。では次はこちらの番よ。そちらのでかいのは一体何者？私たちはちゃんと自己紹介したのだから、あなたたちも答えてもらうわよ。このナイトメアはジャック。僕たちの大事な仲間だ。ジャックね。ねえジャック、あなたは何者？どこで生まれてどうやって生きてきたの？ジャックのことなら僕が。私はジャックから聞きたいの。え、教えてジャック。あれ、アリス。アリス。ジャック落ち着くんだ。ジャックさん、おつーちゃんもしっかりして。違う性質のナイトメアのようね。こちらの言葉は同じように理解するけれど、あまりうまくは喋れないと。なるほどね。ねえジャック、もっとあなたのこと教えて。ほら、自分のこと思い出して。やめぬか愚か者。ジャックが苦しんでおるだろうが。それは私に対して言っているのかしら。貴様以外に誰がいる。せっかくこのまま返してあげようと思ったのにね。敵意があるなら侵入者として処理しなければいけないわね、ヘンゼル兄さん。侵入者なら皆殺しだよ。聞く耳持たなそうだ。みんな逃げるぞ。おつーちゃんしっかりして。大丈夫だよ姫、だいぶ収まってきたから。貴様らしんがりは我に任せておけ。では行くぞ。うわー、
な。逃がさない。逃がさない。ここまで来れば大丈夫かな。どうにか逃げ切れたね。どうせあいつも今は倒せぬのだろう。それにしてもグレーテル、あのナイトメアをヘンゼル兄さんって呼んでたの？兄弟なのかな。一緒に暮らしていた様子ではあったね。そもそもナイトメアというのはこんなに喋るものだったか。水族館跡エリアのナイトメアは全く喋らなかったね。うん、話しかけても何の反応もなかったね。ジャックが喋っているから他のナイトメアも話せばわかるってあの時は思ったんだけど。ああ、なんでもないんだよ、ジャック。わかな、エリナイトメアは喋るやつと喋らないやつがいるということか。ジャックはかなりの例外だよ。だって元は人間なんだから。じゃあヘンゼルさんも？それはわからない。決めつけるには情報が足りなすぎる。意味がわからないのはグレーテルもだ。自分自身をナイトメアって。本当に兄弟ならナイトメアということになるな。どう見ても人間にしか見えなかったよ。なんでそんな風に思ってるのかな。わからないことだらけだな。ねえ、このエリアにいる人影ってグレーテルさんのことなのかな。そうかもしれない。でも決めつけるには早いかもしれない。仮に僕がこのエリアに逃げてたらナイトメアからは隠れようとするから。悩んでおっても仕方あるまい。景色少女を探すのもナイトメアを倒すのも奥に進まねばならぬのだからな。ハーメルの言う通りだな。ここで悩んでいてもしょうがない。ヘンゼルとグレーテルに気をつけながら奥に進もうか。